今日はですね、ちょっとまず最初にお詫びと言いますか、はいはいはい、こちらでちょっと対処できない、ことなんですけれども、あのコメント欄ですね、はい、あの表示されてない人がいるっていうことをですね、気づきまして、なんかあのコメントでもいただいたんですよ。なんか一部非表示にしてるんですかっていう的なことがありまして、はいはいはい、いやそんなことないなと、うん、で以前にあのリンクさんでしたっけね、間違って消してしまったというのは、まあ、言わせてもらったんですけども、はいはいはい、まあ、それ以外には何の、手も加えていないので、表示されないことはないんですけれども、なぜか表示されていないということで、ちょっと僕なりの見解といいますか、なぜそうなったのか、伝えると、これ共通点がありまして、長文、長文のコメントはありがたいんですけれども、なぜか分かりませんが、どんな内容の長文だったとしても、非表示になってました非表示になってたというか、未対応、対応済み、そう、対応済みになっていると、なので僕らは未対応のコメントを表示して、そうそう、コメントを読み上げていたので、出てこなかったと、そういうことですね、いうことですね、はいはい、であとですね、編集済みっていうのがあるんですけれども、おそらくそのコメントを書いた後に、修正か何かをされたものも対応済みになってしまうのか、表示されないんですよ、まあ、なので、今後ですね、コメントを、気をつけて見るようにはしますけれども、たまに抜けることがあるかもしれませんので、その時にはコメントで教えてくださいと。そうですね、今日はその抜け落ちていたものを、全てやりたいと思うんですが、はい、全て長文ですので、ほとんど僕が読むような感じになるかもしれませんもう早速いきます、はい、法務大臣への陳情に便乗、コメントありがとうございます、にいただいたコメントですね、はい、こんにちは、3月8日付で法務大臣に陳情してきました、まだ国会会議中なので内容だけ見ていただき、秘書の方には厚労省の担当の方と話をできるようこれから動いていただけるという運びになりました。すごいですね、なんかちょっと進んだ感じしますね。そうですね、はいはいはい、そこでいくつかわからないことがあったので日本歯科技工士連盟にメールで質問させていただき、事の経緯も載せて送ったところ連絡があり、奥村会長が東京に来るタイミングで話したいとのことになりましたので、今月下旬頃お会いしていろいろ話をしたいと思っています。すごい、今月って今月、いや3ヶ月前の今月じゃあ話終わってるんだ。そうですね、3ヶ月前というともう今7月ですので3月末か4月末ということでね、そう、どうなったんですかね、どうなったんですかね、気になりますね。すいません、これちょっと全然出てこなくて、なぜこんなに手遅れになりつつある状況で今まで進まなかったのか、何かいろいろな力が働いているのではないかなど、自分が末端の技工士代表として自分が納得理解できるような話ができればと思っています。また何か技工士がまとまって行動を起こせるように微力ながら私の残りの歯科技工人生の中で、若い技工士、これからの技工士にやりがいの持てる歯科技工士として良い方向に向かうようにバトンをつなげられるように頑張ってみたいと思っていますので、仕事をやりながらになって忙しいですが共に頑張りましょう。いやすごいといただいてます。めちゃくちゃ嬉しいですね。いや本当に頑張らせていただきます。僕もそうですね、はい、いやもうなんすか、そうやって、まあ、僕より上の方じゃないですか、で行動してて、でましては僕みたいな動画見てくれて、コメントしてくれてみたいな、いやすごいなと思って、なかなかこう自分のことでいっぱいいっぱいになりがちじゃないですか。そうですね、気にかけてもいただけてるので、すっごい嬉しいですね、この方確か畑やってるんですよね。田んぼか畑もやってるって言ってたような気がする。あ、そうなの。農業を やり始めた、僕はそっちの方に興味があります何か機会がありましたらお邪魔したいと思います、はいはいはい、技工士から政界へ、医師を問い詰める、政治に行くんですか行かないんですか的な動画出したと思った、はいはいはい、それのコメントの抜けてたやつですね、はい、まず勘違いしてますが技工士は不足していません。これは政府のデータで明らかにもなっています。
飛行士は現在に至るまでずっと過剰なのです。人手不足や絶滅危惧種なんて言っている人は奴隷技法種を作りたい人たちです。ちょっと長いんでここまでで、はいはい、どうですか。いや、どうなんですかね。その僕の知ってる限りではやっぱりその横のつながりというか、はい、知り合いの気候士さんはやっぱりみんな人手が足りないっていう風に言ってるので、うん、足りてるわけではないと思うんですけどね。あ、はい、奴隷を作りたい人たちだと。奴隷を作りたい今の人たちでそんな人いるのかなって思いますけどね、うん、そんな人少ないと思いますけどね、うん、はい。特に大手は新卒はどうせ8割辞めるからと専門に必要以上の求人を出してきました、うん、そして新卒をブラックで働かせ生き残った2割が奴隷技工士となる仕組みです。え、それなんかあったんですかね。うん、もうなんだろう嫌いじゃんって感じですね。そうですね、なんかあったんでしょうね多分ね。このブラックで働かせて残った2割を奴隷にするっていうね、決めつけすぎじゃないですかって。そうされちゃってしまったのかもしれないですね。あ、そういうことですね。もしかすると、あ、うん、いや、まあだからそういう人たちばっかりで、まあ、もちろんねそういう人もいますけど、うん、そんな割合で言ったらそんな多いかなって気しますけど、わかんない。でもその方はね、もしかしてそういう経験されたのでされたのかもしれないので、うん、 そうですね、そこはちょっとわかんないんです、うん、はい。まあ、僕の身の回りではそんなそこまでっていうのはあんまりないわけじゃないけど、うん、あんまりないですね割合で言えば、うん。離職率に関して言えば近年のデータで9割超え、これまでの全体で見れば8割です。なんかどこぞの組織が作った隔たったデータを見て離職率3割とか勘違いしてる人も一握りいるようですが、無知にも程があります。その何を元にその何割何割って言ってるのかっていうことなので、うん、間違ってはいないとは思うんですよ。だからそのデータ上で出してるわけだから、そういうことね。それでどこを元に全体を見て何割かっていうのはなかなか難しいのかもしれないけど、うん、データを取ってそれが出てるんで、うん、そのデータは間違ってないっていうだけです。で、次にですね、仮に技工士絶滅危惧種であり不足しているならセラミックやジルコニアを1本8万円で営業しても簡単に仕事が取れるはずです。保険では HR 2万円これ HR って何ですか。全相関です。あ保険点数は、21,450円。でも仕事を出してくれる歯医者やラボがあるはずですが、そんなことは絶対にありません。全相関2万はないですね 100%。 うん、はい。絶滅危惧種って言うんだったら、うん、こんぐらいの値段で吹っかけても作りたい人はいるよっていうことを多分言いたいんだと思うんですよね。そこだけ値段出しても、うん、会社が作ってって言ってくるってことですね。そうそうそう、うん、絶滅危惧種だったらね、うん、だけどそんなことないでしょっていうことなんですけど、うんうん、まあ確かにその方の言ってることは確かにね、おっしゃる通りって感じですね、うん、ただこれもあれですもんね、今のその絶滅危惧種って技工士と一括りにしてしまってますけど、うん、ジャンルによって足りないところがありすぎるってことであって、そうですね、ジルコニアは逆に言うと足りてるってことですね。うん、そうですね、それは足りてるんじゃないですかね、うん、はいはい。だから補鉄、うん、分野に関しては別に絶滅危惧種じゃないと、うん、そうですね。ただ今後は分からないけど、そこは分からないですね。 今増えないんじゃ今後は分かんないけど、うん、今は別に絶滅危惧種じゃないと、うん、ただその技工士の中の技師ですね、うん、こっちはもう絶滅危惧種だと、うん、まあそこまで言えるか分からないですけど、うん、もう若手がほとんどいないのでね、うん、早いうちにそうなるんじゃないかなっていう感じはするし、ああそういうことですね、うん、それは技工士が絶滅危惧種でもなければ不足していないからです。まあそれできないのはね、うん、見方を変えると現役技工士はブラックだからこそ業界で生き残れるわけです。仮に離職率が 1,2 割まで下がった場合、過剰な技工士がますます過剰になりダンピング競争がもっと激化すると思います、うん、FMC300円、高カレジン全相関2,000円、ジルコニア3,500円、セラミック4,000円なんてことになると思います。いや、どうだろう。そうはならないと思うけどな。まあでも、現に、ジルコニア5000円でやってるところ知ってるんで。
そうなんすか。びっくりしました本当に。もうそうやってるとこあるんで、ああそう、まあ、うん、だその人次第じゃないかなって思いますけどね、うん、安くする分にはね、いくらだって安くできるんじゃないですか、うん、ただそれをやって結局自分の首絞めるだけなんで、うん、でうちはもう絶対もう無理っすもん、根本無理っすもん、うん、機械もそうだし材料もうちはもういい材料使ってるんで、うん、絶対無理なんで、うん、原価割れしちゃうってやつですね。もう本当にだからなんすか、サービスって仕事するんですかみたいな感じです、うん、はい、でその続きに、うん、現にイン500円以下、うん、FIN っていうんですかこれ、イン IN500 円以下、うん、FMC1300 円以下、うん、HR2500 円以下、うん、ジルコニア5000円以下、うん、キャドカム缶4000円、材料費込み以下で営業しているラボが存在していますと、うん、まあこの方もそういう人を知っているということですね。はいはいはい、うん、で、ダンピングが激化して喜ぶのは言うまでもなく敗者です。技巧士を過剰にしてダンピングが激化すれば近いは敗者は何もしなくても儲かります。だから近い司会は奴隷技巧士を増やすのに最近力を入れ始めました。もしも技巧士が不足するとダンピング競争がなくなり納期も伸ばされ敗者の取り分が大幅に減りますからね。まあそうですね、そう思います。はい、はい、自費保険関係なしに、うん、開業している技巧士の過ちはダンピングして自分のキャパを大きく超えて仕事をしていることです。ダンピングして人を雇う発想が大間違いなのです。ダンピングしたなら一人で責任を持ってやればいいのです。ダンピングして仕事を取って人手が足りないからと自分の都合で技巧士を雇ってブラックで働かせることは違法でもあり犯罪です。誰の話してるんですかね。わかんない。まあだから現にねそういうラボさんがあるのかな、うん、まあまあまあ実際俺もなんすか5000ぐらいでやってるところ知ってるんで、うん、知ってるって俺はもう直接そこのラボさんと取引あったりとかそういうのは全くないんですよ。社長さんも知らないし、はあはあはあ、ただああそういうことね、そう値段をやってるとこあるよっていうのを聞いただけなんで、うん、そうだから結局自分の首を絞めるっていうだけなんで、そうですね、そう何もいいことねえなと思いますけど、うん、あなたは従業員であるはずの哲也さんをほぼ毎日夜中までブラックで働かせていたようですね。哲也さんはもう技巧士ではなく他の職業に就職すると言っていました。そんな哲也さんをあいつ呼ばわりしていたことがあなたの本心だと分かります。僕ですね実は見つけてしまいまして、ああいろんな歯医者さんのそういう PR 動画を作ってる会社さんかなんかがあるんですよ、うん、でそれたまたま見て、うん、まあ、ある歯医者さんのその PR 動画を見てたら、うん、いました。写真に写ってました。あ、ね、なので、だから技巧士やってますよ。はい、やってました。やってます。本当にびっくりしました。びっくりしました本当に。あなたは言っていることとやっていることが真逆です。実際は奴隷技巧士を増やす努力と哲也さんのように技巧士を減らすことを同時にしているのです。相当立ちが悪いですね。これ笑っちゃいけないかもしれないですけどもね、うん、この方は本気で書いてるんでしょうから、これを多分。そうですね。うん。いやだから、なんだろうな。その本気でそう思ってやってるんだったら、まず YouTube やってないっていう話で。うん、逆に言ったら、この方は減らしたい派の人なんだと思うので。そうですね。じゃあ俺そんなに怒らなくてもいいのになってちょっと思うんですけど、ね、そうですね。俺がじゃあ減らす方に動いてるんだったら、もっと、肯定的な意見もらっていいですか。そういうことだと思いますね。なんかそんな感じしましたけども。うん、お願いします。はい。今から技巧士になるなら、はい、どのジャンルが狙い目かという動画にいただいたコメントです。はいはい、これ誰得動画だの。この動画見て誰が得するのかという。うん、あ、これはな、僕から言わせてもらいましょうか。はいはい、僕的にですね、はい、今後技巧士を目指そうとしている人が、うん、ここのジャンルに行ったらね、うん、活躍できるんじゃないかな。うん、
ていうのを聞いてみたかったということなので、今技工士を目指している方向けということで、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、